バク宙王はどっちだ。はい、使います。皆さんこんにちは、シラックスです。カタです。今日は孝太郎と僕どっちがバク宙強いのかっていう勝負をしていこうと思います。はい、審査員はゆうなちゃんで、はい、やることなんですけど、例えば今だったらこのアスファルトの上で宙返りして着地を止められるかどうか、ちゃんと止められた数が多い方の勝ち。はい、10個やるんでその多い方を決めていきたいと思います。はい、はい、どっちも止まった場合はちょっと勝敗を絶対つけたいので、ゆうなちゃんが良かった方を判断するっていう形でやっていこうと思います。はい、それではやっていきましょう。チャンネル登録お願いします。僕からも順番じゃん。もうこれで固定でいこう。じゃんけんぽい。アトリシャス。じゃあ第1種目目、このアスファルトの上で宙返りいこうと思います。はい、いきます。動きました。きっつ、痛い。もうこれ止めたら勝ちだよね。そうだよ。いきます。うわー、マジ。しちゃ痛かった。痛い。じゃあ僕はもう孝太郎。こっち。じゃあ次いきましょう。はい、2種目目、ゆかです。ちょっと跳ねるんでその調整力が試されます。まあいつもやってるから楽勝でしょ。うん、じゃあ僕からまた行きます。はい、行きます。ナイス。これで俺が止めたら実施のいい方ってことで。そう、行きます。はい、ということでたくみくん。いやいや、良かったんだよね。めっちゃ高っ。うん、面白になっちゃったね。じゃあここは僕ということで、はい、1-1で次行きましょう。はい、第3種目目、この台の上に立ってバク宙やって着地止め。高い分ね、計算が大事。行きます。はい、高さの分動いた。そうですよね。じゃあ行きます。よっ。まあ、おつしゃーテロップ大変。じゃあ孝太郎で。いや、2-1。次行きましょう。はい、第4種目目、この跳馬からふかふかマットに向かってバク宙。さっきとまあ高さは同じぐらいなんですけど、着地の柔らかさが違うので、この柔らかさにちゃんと対応できるかどうかですね。じゃあ僕からまたいきます。はい、頑張ろう。いきます。いっちゃう。まあ、止まった場合実施の違いだからね。ちょっと頑張るわ。いきます。しょ、たくみくん。あー、なんでやる。いや、なんかね、面白い。なんでよ。じゃあこれ僕ということで、はい、まあ、2-2なんでね。はい、じゃあ次。はい、第50枠目、トランポリンの上でバク宙着地止め。これはまあちょっと高さが出るものでもあるから、1回ジャンプありにしよう。 OK、うん、それで全力出して止められるか。その高さはもう全力で、高ければ高いほどポイントは高いんで、うん、しかし動いたらって、ね、まあまあまあ、じゃあそれでやっていきましょう。はい、いきます。やばいやばい。いきます。
ました。やばいぞ、この争い。もう一回やっとく？うん、お願いします。もう一回でした、もう一回いきます。ちょっと申告したいんだけど、ゼロとか。おぉ、はい、あーっと、たくみくん、イエーイ。なんで面白くするの？いや、面白くしようとしてないよ。いや、なってるよ。真剣に止めようとして。だから、なんでだろうね。じゃあ僕ということで、3人、じゃあ後半戦いこうと思います。はい、はい、第6種目目、平行棒で宙返り寄りっていうね、技があるんですけど、それをやります。はい、お願いします。じゃあ、いきます。どうした？諦めてね、結構ね。うわ、マジで見せた。いきます。はい、お願いします。いけるぞ。結構低いからな。ついてからついてることに気づいた。じゃあ次いきます。はい、7。はい、次はこの青いところの上でやります。はい、床よりちょっと跳ねるんで、またそこもうまくっていうことで。はい、ちょっと技変えるというか。2回は宙返り、宙返り。ああ、いいね。やった。宙返りして、そのまま宙返りした時の着地ね。そう、2回目の着地で勝負していこうと思います。いきます。あぶっ、めっちゃ寒い。やばいくね。あはははは、赤面宙返りです。そう、いきます。よっしゃ。あ、そっか。でも喋るってなかなかの減点項目だとは思うんだけど。でも着地だから。そうだそうだね。なんで面白いんだろう、孝太郎こんなね。今日面白いね。でも面白くないらしいな。ひど。4-3。じゃあ、あと3個。いきましょう。はい。8種目目です。鉄棒の宙返りをして、ふかふかマットに着地。はい、これは素手でやるんですけど、まあ、素手は結構痛いです。痛いです。その中でどれだけ耐えて高さを出せるか。確かに、これが大事になってくると思います。はい、それでは、いきます。はい、いきます。お出した。そんな痛いの？これダメないです、素で。口やばかった。じゃあ、5-3。5-3です。もう、あと2連チャンとかないと。振ります。じゃあ、次いきます。はい、はい、9種目目、釣り輪でバック中で着地を止めていきたいと思います。わかりました。これも素でです。はい、いきます。はい、ありがとうございました。なんか、口は止まってるんだけど、ポータルに負けてる気がするんだよね、YouTube 的に。いきます。
回る方向間違えたっていうだけ。ああね、うん、で自分で笑っちゃった。そうあんだけ俺に喋ったとか言うじゃあ6、3になっちゃったんですけど、最後やりきって終わろうと思います。はい、最後タントラっていう長いトランポリンで技はもうゆうなちゃんに決めてもらいます。新進ダブル。はい、はい、これで着地をちゃんと止めていきたいと思います。はい、それではいきましょう。ラスト、はい、あ、これ何ポイント？7。よくわからない数字OK です。わかりました、いきましょう。はい、いきます。受けてしまいましたね、うん、まあでも、でやれることやった。確かに、うん、いきます。よし、孝太郎でした。最終俺が6点、孝太郎が10点だった。めっちゃ負けてんじゃん俺。いや、まあ、こう一発出す力が大事ですね。みんなも爆中やってみてね。バイ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 。この動画を見てね。イベントとか練習にも呼んでね。